広島デビッドソン、巨人戦だけまるで別人のような成績になってしまう。巨人以外、2割5厘6本18点 OPS、715VS 巨人、2割5分8厘8本17点 OPS 1.00。ほんまにこれで OPS715 もあるんか？内で正しくは巨人戦除く出塁率、279巨人戦除く長打率、353巨人以外だと、632や。打率は普通に低いのくさ、ひげなくしても相変わらずボコったな3連戦。外すら3球で終わるのになぜか巨人だけ特攻してくるから。普通に追い込まれてなければ振らないけどな、ストレートで押してファールで追い込んでから落とさないと意味ない。巨人はデビッドソンに何かやってるんか？ 3A レベルの外人ピッチャーにジャストミートしてる。6000台の中継ぎを出す腹やからしゃあない。巨人戦限定バキスタ。インでカウント稼いで落としたら三振やけど巨人は逆球投げまくるし打たれる。邪悪な空気を打撃能力に変換してるらしい。あんまり知らんけど去年も打ったやついまいちみたいやし残留やろな。エルドレッドになってくれんかな。長いこと打率2割満やったのにじりじり上がってきたな。来年もおるからな楽しみやで。対策が下手なだけチームスタッフが無能だとこうなる現に巨人は3年連続借金。スカウティングだよな。中日なんかは対広島の攻め方がかなりうまい。堂林に3球カーブで三振とかよくわかってる。巨人って外国人に打たれすぎやないか。巨人絶対殺すマン。これはエレンですね。巨人の投手なんかみんな勝負を焦ってるよな。やたら今日ファールフライ落とした後にタイムリー打たれてがっくししてたな。慰めてあげたい。岡本の OPS が 1.006。 デビッドソンは巨人戦に限れば岡本並みのバッターになる。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。